はい、どうもこんにちは、こんばんは、フルチです。さあ今回もグラデーターギルドマネージャーやっていきましょう。さあ順調にね、これ勝ち進んでまして、鉄の町まで来ました。まあこの挑める、トーナメントかな自体も増えてるんで、まだまだ長い戦いになりそうです。さあキャラの育成もしていきます。ちょっとねチームに偏りがあるので是正したいところですね。さあ、新キャラ来てないかな、まだか。とりあえず何増やそっかな。これ強化すると経験値とか増えるんですよね。なので育成したい子は上げちゃった方がいいと思うんです。あと検討スロット増やそうか。アイテムスロットも増やそう。マーチあげようかな。あとワンちゃんだね。ワンちゃんあげよう。よし。で、橋のアサシネーションを止める。おお。6人、2、4、6、7。あ、ちょうどいいかもしんない。こいついないようなもんなんで。勝ちましょう、勝ちましょう。よくわからんけど勝ちます。てか、男爵夫人ってね、一般人じゃん。まあ、いいフォーメーション組んでるね。ここが厄介だね。ワンちゃんが突っ込むか、そこに。ワンちゃんお願いね。820、670か。だからこっちから殺そう、じゃあ。確実に行ける方から。で、その間に魔法ぶっ込むんで、耐えてくれと。これ耐えれるかな。なかなか厳しめのフォーメーション。体力を上げるやつはこの騎士、あ、あれ待ってるか。この騎士さ、これ変えてあげよう。もっといいのつけよう。危ねえ。ちょっと弱かったですね。魔法とスタミナに関してはもうつけてます。だこれいらないか。ワンちゃんに速さを。あと弓に速さを。射抜いてもらおう。あ、で、速さめっちゃ上げる弓がある。ある。そして、それはある。いきます。ワンちゃんいけ。ワンちゃん止められてる。オッケー、ナイス。その間に燃やすと。作戦は違ったね。とにかく頑張ってくれと。反乱軍鎮圧しました。お、1200健康いいね。あとは、まあ、鉄かな？鉄めっちゃある。じゃあ、アイテムもらおう。さあ、ワンちゃん、これ完全にエースです。うちの。ヒットエースですね。あ、2レベル上がった？ナイス。あ、違うか。で、体力純粋に1200上げるのは嬉しいね。こういうちょっと力とかいらないから、その分、体力だけの方が、これか。嬉しいかなと。どうしよっかな。これでいっかな、宣言新しく。石か。変えますけどね。ネクロマンサーじゃないですよね。この遠距離の渋滞の時に枝立ったところでと。石買います。これ、いきますよ。クレリック。まだ来てないね。進めましょう。さあ、不思議な箱を倒す。探す。まあこれいけるでしょう。4体か。14,500。よし、いけないです。こっちどうも。3対3。我々に挑もうというのかね。受けて立ちましょう。ワンちゃんが速攻で弓を潰して終わりです。サメの地味対決は地味の周りと。敵密集しないと魔法使い意味ないですからね。よし、さ、進めて。あ、来た。さっきの続きかな。橋のアサシネーション続きです。逆パターンじゃないこれ、ちなみに。だよね、王国軍的なやつが敵なんで。さっきの男爵夫人を潰そうとしてるのかな。
わあ、あれ厄介だな。燃やせるかな。ちょっとね、守備的に行きます。ここは魔法の力でかと狙いはするけど、魔法使いこの辺をぶち当ててくれれば多分いけるかな。よっしゃ、いいよ、糸がいった。あとは燃えて死ぬだけだ。終わりです。前線が耐えて炎で飛ばす。 Justice has been served. Many thanks to you, my lord. もらえるもんが、あ、1個か、OK。 さあ、もうぶっぱだね。魔法ぶっぱです。続けまして、ってこれなんか買えるんじゃないですか今。なんか買う、まあ、こいつかな、買うとしたら。これ敵を殺すことは最大 HP の 35% 回復を意味すると。あー、なるほど。こいつは呪いが苦しむ人でできるから、それをね活用して戦えるキャラなんで、シナジーはありますね。重い風の時に 50% 力が増えると。今ではない、これ雑魚です。でもこれが強いんだろうな。まだスタミナが高いと力のボーナスを得ると。だスタミナを維持できれば強いね。スタミナキャラって感じだね。でこの子はね魔法の力がいるんですよ。これなんで魔法と、これスタミナでしょ。あとスタミナポーションをうまく使っていくと指定で、通常攻撃は力、ただ知力がメインかな。これスタミナメインです。スタミナだけ上がるもあるから、これ消耗品買おう。買いますと。力20いいね。持ってる気がするけど、スタミナあるね。速さ、スタミナ、移動速度。これもスタミナ上がるっちゃ上がるけど、こっちか。スタミナを力に変えていきます。微妙だな。ちょっといっちゃいましたね。微妙です、この子。こうしといてと。進めよう。アイテムショップぬるいですね。さあ、1対少数。1人で頑張ろうと。おお、囲みに来るか。やってしまえ。おいよ。おいよと。おいよと。おいよと。弱すぎる。さあ、次の戦いに向けてアイテム購入としましょうか。スタミナポーション、力上げるチキン、これは持ってたよね。速さとスタミナいいね。よし、まあ、これ、鉄の町挑んじゃいますか。まあ、キャラもちょっと増えましたし、いきます。経験値優先なんで、あ、右いいね。8人ですよ。フォーメーション組んでやがるな。炎でまとめてここを吹き飛ばせばいいかな。前衛強めな感じか。675ダメージか。いや、弓打っちまくとが早いかな。あ、で8人、あ、そう、8人なんていないわ。そういえば、まあ、じゃあお前上げとくか。とりあえず体力だけでいいや。盾ですね。まあまあ所詮は使わんでもいいんじゃないですか。あ、逃げ惑ってる。魔法使いまずい。あ、これ負ける。鉄の町普通に負けてる。
レベルの差を見たね。一旦全滅です。ネクロマンサーに主力をね抜かれたっていうのが大きいね。無理です、いない、キャラがいないですからね。8人制の時に戦えるキャラがいないっていう、そもそもクレリック買っとかないとね。天候が良ければ強いのね。健康は 70%、 剣闘士が取得 45% ボーナス。健康の分まあいいや、これでいいや、わかんないけどこれでいいです。いや、知力、あの子体力だったんで、レジャーチェストかな。てかいけるね。Hey, remember that bomb boy whose family we slaughtered and then get out? わからんけど、やろう、強っ。ネクロマンサーに復讐しよう。Well, he... さあ、チームは強いですけどね。ちょっと人数不足だね。スペシャリストはいますけど。全員あいつを狙え。あいつだけを殺せ。動けるやつあいつを殺せ。クレリックが何だかする。呪いはいらない、今回は。呪いはいらないけど、経理を出すと。矛盾してますけど。誰かがあいつを倒せ。撃て撃て撃て。よし。入った。ワンちゃん死んでる。さっきからワンちゃんがね、壊滅するね、早めにね。奥に突っ込むのはダメかな。もう一つキャラいますけど、そっちの方がいいかもしんないね。ワンちゃんなしで行ってみる、ちょっと。甘い復讐。行ったりか。これいけるでしょ。もうこの多く出せばね、勝ちでしょ。バーサーク出せば。はい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 、終わりー。